スーツ姿の方もいます自民党関係者でしょうかこの駅前奈良県の駅前というこの中で銃撃そして安倍元総理が背後から散弾銃で撃たれたと見られていますがその発砲音が現場の情報によりますと二発あったということですそしてこちらも画面の中央道路の中で道路の真ん中で複数の方々が取り押さえているようにも確認できます取り押さえているようにも見えます そして誰かがこう引きずられているようにも見えますこれが読み方わかりませんが山上哲也容疑者なのかはわかりませんけれども何者かが大勢の人によって取り押さえられ連行されていく連れ去られていく様子も視聴者のカメラで、えー、撮影されています安倍元総理が銃撃されました情報によりますとこれが11時40分頃今日の11時40分頃の映像と見られていますですからおよそ1時間ほど前のことです およそ1時間ほど前です奈良県で応援演説中だった安倍晋三元総理が銃撃されました安倍元総理は心肺停止の状態ヘリコプターで奈良県柏原市にあります病院に運ばれました病院に運ばれましたが現在の詳しい容態などについては情報は入ってきていません